漢中をめぐる争いは帝軍山を制した劉備の勝利に終わった。一方で劉備と連動し合肥を攻めた孫権の動きは不発に終わる。勢いを増す劉備と膠着を続ける曹操と孫権、魏、呉、蜀の三国の帝立は新たな局面を迎えていた。劉備はこの流れに乗じ帝立の要地慶州からの北上を画策。魏帝関羽に曹魏の防衛線の要である繁昌の攻略を命じた。軍神の意味をそのままに繁昌を猛攻する関羽、疲弊する魏の将兵、もはや敗北は時間の問題か。起死回生を図らんと兼任する曹仁と報徳。そこへ歴戦の優勝右近の軍が到来する。曹魏の将士は苦境の城に凱歌を上げることができるか。武分則、武法を厳に戒めん。このままじゃ俺たちに朝食がつきそうだって話だぜ。目に入る天気だ。これはいささか。兵の不安と恐怖、関羽の武勇よりも厄介な敵よ。善意なき者は逃亡兵と同じ。その刑が何たるかお前たちでも知っていよ。武器将軍だ。オルゲン、下手な敵よりよっぽど恐ろしい。武器殿、援軍感謝する。危機に及んでの情は軍旗を乱す。厳然たる事実は受け入れさせてこそ。これより先は私の策にて。よろしいな。敵はこの繁盛を水で落とす策を取った。ならばその水と祈祷をこちらのものとする。関羽ら職軍を引き込み、しかる後水で制す。報徳、お前は陽動だ。敵を引きつけ、時が来たら城へと誘い込め。承知した。その間に私と曹仁殿は水を整える。遅れはすなわち報徳の死となろう。速やかに手はずを整える。では準備ができた者から出撃を。それがし、領州より曹魏に下りし者、ゆえに先行を立て皆の信を得ねばならぬ。陽動の任、まさに好機。宝黎明、不退転の覚悟にて臨まん。武金殿の策はいわば守るための構成。守りに徹した自分には立てえなかった策か。まさにこの窮状を打破する最善の一手。この宗主公も鬼となって前進せん。兵を律し、その力を最大限に引き出す。武金将軍の苛烈さには理由があります。それなのになぜ皆を恐れるのでしょう。出過ぎたことすみません。軍神と恐れられる関羽とて人間だ。多勢で攻め立てれば勝てぬはずはない。だが我らの兵数は限られている。無駄な犠牲は一切許されない。武金将軍はあの呂布を破ったこともある。
今までに数えきれない軍港を建てておいでだ。だからこそ厳しくても説得力がある。ありすぎてみんな震え上がってるけどな。あ、へえ、ウキン将軍、無駄話して申し訳ございません。聞いてくださいよ、曹操様の話。気に入らないシュレイ殿の兵を取り上げよう、そう思ってウキン殿に命令書を渡したんです。そこには一筆、ウキン殿に服従せよと書いて。それをウキン殿から受け取ったシュレイ殿、震え上がって無抵抗で従ったらしいです。ウキン殿の迫力を使って無理難題に従わせる。曹操様も結構ひどいですよね。な、ウキン殿、これはその、処分はお手柔らかに。幸いにも五色の足並みは揃っておらぬ。職の思惑が五に伝わらぬうちに手を打たねば。この繁盛を水没させようという計画、何としても連携と策を立たねばならんな。ウキン殿は黄巾の乱から活躍しているらしい。義兵が募られた時にそれに参加したとか。黄巾討伐に移行金とか言われてたりして。ウキン殿、今のは何というか、ごめんなさい。王徳殿をいつまでも新参扱いする者は多い。だが誰よりも覚悟をお持ちなのが王徳殿だ。ウキン様、おっかねえよな。味方の将軍なのに切られそうな感じだぜ。あながち間違いとも言えないぞ。ウキン様は軍旗を乱せば味方でも切るらしい。本当かよ、目をつけられないようにしねえと。そう思うのならまず無駄口を叩かぬことだ。おい、聞いたか、報徳様ご自身の棺桶を運んできたらしいぜ。おいおい、縁起でもねえな。違う違う、それほどの覚悟ってことだ。俺たちも命かけて戦おうぜ。ウキン将軍は青州兵を処断したらしいぞ。それも容赦なく徹底的にだそうだ。けど悪さした奴らを懲らしめるためだろ。曹操様も妥当な判断だと認めたって話だぜ。開門します、ご分を。我が役儀は心得ている。右分足出るぞ。呉は日和見し職に組みしたか。だが冬場ゆえ家族の三段を把握していない。まず呉を城へ引き込み職の水系を塞い、その後逆に敵を水に沈めるのだ。孫悟のため我らは今一度職と組む。目指すは繁盛敵本陣、皆進め。断罪しろ。関羽が繁盛の水攻めを計画する。円滑に射せ。策には策で対するのみよ。その首もらい受ける。いざ。断念せよ、逃げ場はない。それがその習いはするぞ。
私の力だけでは敵を押し切れるか。逃げ場はない。策を練り直した。敵将討ち取った。見事な働きだな。さあ来やがれ。お前なんか一人だ。Thank you.
くな。なんて言うのよ。いざ。よし、姫が前の相手だ。お見事、見せつけてくれますな。遅刻だ。拙者としたことが幽霊におごったか。
兄者、申し訳ござらぬ。この戦、我らの勝利だ。撤収し、次の出陣に備えよう。